驚きの新情報が入ってきましたね。どうした？ある意味、近年では一番の驚きの情報なのでは。そんなものが？入ってきた情報はこちらでございます。値上げげ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 げ。なんとついに、我らのビックリマンが値上げされます。なんだって？8月16日にワンピースマンレッドという、これも映画に絡んだ、コラボビックリマンを出すようなんだけど、このコラボビックリマンが、なんと税込み129円、驚きの21円の値上げでございます。めっちゃ値上げするやん。爆上げ。ここに来てなんでだ。おそらく、世界情勢の関係でしょうね。小麦が高くなってるというから、その関係だと思うよ。戦争は、同時刻以外にも影響が出るものなのだな。とにかく、値上げだと。ただ、まだ公式から発表されたものではないから、確定とまでは言えないけど。流出情報か。ただ、流出情報が間違ったためしがないから、ほぼ確定ではあるけど。どっちなんだ。とにかく、これが本当だとすると、怖いのは本段系にも値上げが来るのかということなのよ。普通に考えたら来るだろう。私もそう思う。コラボが21円上がるということは、本段も同じぐらい上がるでしょうね。内容は変わらないからね。では、税抜きで101円になるのか。まあ、やるとしたら、100円で税込み108円の現在のコラボ値段になるとは思うけどね。なるほどな。ただ、私はもう一つ可能性があるのではと思ってる。どんな？カントリーマーム的値上げ。何が言いたい？カントリーマームというお菓子があるんだけど、これは2005年からずっと値段は変わらないのよ。ただ、これにはからくりがある。どんな？カントリーマームは2005年の時には、1袋30枚入りで、1枚あたり 11g あったのね。ところが現在は、1袋20枚入りで、1枚あたり 10g になってる。なんだと？要するに、内容量を少なくして、1枚の大きさを小さくしていると。実質的な値上げではないのか。その通りよ。それをビックリマンもする可能性はあるんじゃないの。チョコを小さくするのか。そう、チョコを小さくして、お値段そのまま。私としては、こっちやってほしい。チョコを食べるのきついから、値段そのままでいいから、チョコ小さくしてほしいね。そうか。ロッテさんどうでしょう。カントリーマーム式値上げにしてみませんか。結構そうしてくれという声はありますよ。望んでるらしいぞ。あと、もしかするとバンダイの方も値上げしてくる可能性があるかもね。ただ、こちらはお菓子にはこだわりはないだろうから、それこそカントリーマーム式やってくるかもね。なるほど。まあ、とにかく、値上げ情報でした。やばいな。こういうのは一度上がると、絶対に下がらないしね。ビックリマン最初は30円だったのに、どこが経済大国なのか知りたいわよ。恐ろしいな。